シュニッツェルはイスラエルの短編 SF コメディ映画。脚本、制作、監督はアーサフ・エプスタイン。主な出演者はネベツール、オルガ・バルドユコフ、アリク・ミシャリ、ニア・マリク、アディ・フェルドマン。宇宙からやってきた異星人の訪問者はスーパーマーケットに着陸し、シュニッツェルの姿を撮ることにした。10代の少年コビー・ザカーは恋人のマヤ・キャブリンスキーにスーパーマーケットから何かを持ってくるよう頼まれた。コビーがスーパーマーケットに入った時奇妙なことが起こり、異星人、シュニッツェルと鉢合わせになった。コビー役のネベツール。この映画はイスラエルで制作され、主に4カ所のロケ地で撮影された。スーパーマーケットの内部はハツォル・ハグリリートで撮影され、外側はミシュマル・ハシャロンで撮影された。田舎道など他のシーンはガーシュで撮影され、スタジオでの制作はテルアビブで行われた。映画音楽はアーミート・ポズナンスキーが担当した。この映画では CGI を用いて異星人、シュニッツェルのキャラクターを作成し、実写のシーンと合成した。ありがとうございます。